皆さんこんにちは、ニリストリサです。今日はこちらの親指と薬指についているデザインをやってみたいと思います。一見豪華でちょっと難しそうに見えるんですけれども、やってみるととっても簡単ですぐ真似できるデザインになってます。それではどうぞ。今回使うジェルはフリジェルのカフェオレベージュ M107 とリッカジェルの 148A とアゲハジェルの13番です。お色は本当カフェオレみたいなお色です。こちらは焦げ茶色です。こちらの白はちょっと固めな白です。ではこの3色を使ってやってみたいと思います。はい、ではまずはじめにベースを塗っていきます。ではこちらのカフェオレベージュを塗っていきます。一旦ライトに入れます。はい、では模様を描いていきます。では一旦模様を描く前にクリアジェルを薄く塗っていきます。クリアジェルを薄く引くことによって筆が滑りやすくなるので模様が描きやすくなります。はい、ではこちらの濃い茶色を塗っていきたいと思います。はい、では模様を描きます。こんな感じで一旦ライトに入れていきます。はい、では次に白い線を入れていきます。では先ほど使った筆を一旦拭き取って白をつけます。いきます。ちょっと濃かったら拭います。はい、では一旦ライトに入れていきます。ちょっと寂しいのでこちらにラメを入れていきたいと思います。今回はピンクゴールドを使っていきたいと思います。ではこちらを好きな感じにのせていきます。ちょっと線を入れるだけでとても豪華になります。ではこちらをライトに入れていきます。はい、ではパーツをつけていきたいと思います。ではクリアジェルを少しだけパーツの置くところにつけて、今回私の好きなこちらの丸
らを仕上げていきたいと思います。はキャンジェルのノーワイプジェルを塗って、はい、ではライトに入れていきます。はい、こんな感じで完成になります。色合いがとっても秋らしくて可愛いデザインに仕上がりました。もうニュアンスネイルは同じものが何個も作れるわけではないので、こう質感だったり流れ方だったりとか、本当その時その時で自分の好みで作ってみるといろいろ楽しめると思います。皆さんもぜひ試してみてください。メイリストリサでした。